テレ東ビズ。WBS の取材班が向かったのはアメリカ・カリフォルニア州にあるシリコンバレー。 Google に Apple、 そして Intel など世界の IT 大手が集結する地域です。ここから日々イノベーションが生まれています。その街で今話題の中心となっているのが、夜のレストラン街にやってきました。こちらにはですね、ひときわ多くの人が集まっています。実はこれですね、チャット GPT のことを語るイベントだそうです。平日にもかかわらず参加者は50人以上。チャット GPT が書くプログラミングコードの精度は？今日出た最新版の精度はほぼ完璧だよ。チャット GPT を使いこなすエンジニアとそうでないエンジニアで差が開いてるよね。この人は動画共有アプリ TikTok の運営会社で AI 事業を担当しています。その傍らチャット GPT の機能を盛り込んだデザインアプリを制作。デザインのイメージを言葉で入力するだけでポスターなどが誰でも簡単に作れます。客の要望を対話形式で聞けるとデザインのイメージを正確につかめるんだ。3ヶ月前はただのおもちゃだと思っていたけど、使うたびに実力が分かってきたよ。API が公開されたことで誰でもチャット GPT をサービスに組み込むことが可能に。日々更新される情報を求めシリコンバレーに集まっているのです。インドから来ました。チャット GPT は驚くべきツールです。スイスから来たんだ。 API をどうやって組み込むといいか見に来たんだよ。半分近くは他の国からの参加者。この人はウクライナから。写真共有アプリを手掛ける企業を経営しています。シリコンバレーは世界のテクノロジーの中心にあります。次々に新しい技術が生まれるので、ここにいないと最新情報に追いつけないです。中にはアマゾンやグーグルの社員の姿も。また多くの経営者も参加しています。チャット GPT は世界を変えているよ。ハーバードの卒業生よりチャット GPT を使いこなせる人の方が価値がある世界になったね。今シリコンバレーを虜にするチャット GPT、 その熱はどこまで広がっているのでしょうか。取材班が訪ねたのは、創業7年のスタートアップです。日本と韓国市場向けの英会話アプリを手掛けるこの企業。 Hello?収録された動画を見て英語の発音を練習するサービスを展開しています。そんな中 CEO のコナーさん、チャット GPT には学習のあり方を一変させる力があると感じたといいます。教育ビジネスの常識を破壊するものだと感じました。そこで作ったのがチャット GPT の技術を搭載した AI 講師。その実力とは、まずはシチュエーションを選択。
やる気のない同僚に一言や、家族の緊急事態、上司への悪い報告など実践的な内容。上司への悪い報告というのをやってみます。結構リアルなシチュエーションですね。 How are you doing today? How did things go while I was on vacation? We might be late for a deadline for about 10 days. I see. What is the project deadline? A deadline is next Monday. That's not a lot of time. What are the deliverables for the project? We need more people, at least like 10 more people. ChatGPT の対話機能をアプリに加えることで、まるで人と話しているように会話のキャッチボールが続くのです。さらに会話が終わるとチャット GPT の文章を添削する機能が即座に改善点を表示します。 Everything is great に対しては Going をつけることでより自然に聞こえるようになると提案。他にもプロブレムの前に1をつけて問題の数を明確にするべきなどの実践的なアドバイスも。なるほど、まあ、英会話以上のアドバイスをくれてるような気もします。すごい。学習のあり方さえも一変させる可能性があるチャット GPT。 今後子どもの学習にも組み込まれる可能性があります。 Learn. 子どもたちは想像を絶するスピードで効率的に学習できるので、その分他のことも探求できるようになります。これはすごいことです。このチャット GPT を作ったのは、同じくシリコンバレーに本拠地を構えるオープン AI というスタートアップです。実はこの企業、去年オープン AI と提携。そのためオープン AI の最新技術を先行して使うことができ、AI 講師の開発につながりました。今では有料会員は10万人を超えます。オープン AI の技術は他社よりも 1,2 年は先行しています。シリコンバレーの IT 業界を席巻しているんです。誰もがオープン AI と組みたいと思っていますよ。あらゆるサービスや私たちの暮らし、働き方さえも一変させるチャット GPT。 それを作ったオープン AI とはどんな企業なのでしょうか。取材班は公開されている住所を訪ねました。あ、このビルですね、あのオープン AI の本社の住所、ホームページではここになってるんですけれども、窓は全部閉まっていまして、中の様子全くわからないようになっています。そして通常ですとビルに入っている企業というのはあの辺りに名前が書いてあるんですけれども、何も記載がありません。オープン AI を探しているのかい？ Right, but the address of the Open AI on the homepage is here, right? Website. On Google Maps? Uh-huh. Yeah, 窓も閉まっているし、いないんじゃない？ Oh, really?世界中から注目されるも、あまり多くの情報が公開されていないオープン AI。 そんな中、取材班はオープン AI の現役社員に話を聞くことができました。日本生まれの中国系カナダ人であるシェイン・グーさんです。もともと Google に勤めていましたが、転職しチャット GPT 技術部門の幹部を務めています。
オープン AI というのはどういう企業なんでしょうか。そうですね、その創業されたのが7年前、その深層学習の研究領域で、まさにその世界のもうトップ10とかそういう人たちが集まってできたのがそのオープン AI です。そして若いですね、なんか20代30代がほとんどです。日本の方というのはいるんですか。そうですね、その僕は2ヶ月前入ったばっかなんで、まだその全ての人をなんか分かんないんですけど、まあ比較的にその少ないですね。オープン AI の設立には実業家のイーロン・マスク氏も資金を出すなど関わっています。こちらは創業初日とされる写真。今では社員数が数百人規模になるまで成長しています。雰囲気としては今もうみんなお祭り状態でワクワクしています、はい、現段階でまだチャット GPT も間違った答えをすることもあったりですとか、それから一部にはその思想にこう影響を与えてしまうのではないかですとか、まあ、そういう指摘もありますが、それはどうでしょうか。はい、すごく重要な問題です。いろいろと制限をかけるとか、またはその基礎的なその性能を上げるとかって研究はもうまさにもう毎週毎週のようにその課題に上がれますし、その毎週毎週違うような人が取り組んでます。その一方である程度はちょっとトライアルエアでやっていかなきゃいけないですね。そのどうやったらそのそうですね、なんか本当にまあ全人に寄り添うようなエアを出していけるかっていうのを考えてます。そのオープン AI を率いるのはこちらのサム・アルトマン CEO、 37歳。投資家として数々のスタートアップを発掘してきたシリコンバレーの中心的存在です。すごく経験値があってすごく頭がいい、だけどその考えがすごく柔軟。大体の人はその一つのことはうまくできるんですよ。でも時代が変わった後、こういうことが必要になった時に全くついていけない。この人たちなら将来どういうことが起こってもうまくいかせるだろうっていうふうな確信を持ってから入りました。今世界が注目する経営者、オープン AI のアルトマン CEO。 なんと今回取材班は日本のメディアで初めて単独インタビューに成功。 AI の未来について語ったことは、チャット GPT は序章に過ぎません。この後さらにすごいことが起きます。我々の最終目標は安全な AGI を作り世の中に浸透させることなのです。オープン AI が最終目標に掲げる AGI とは一体。